タジアム広島です。東京ヤクルトスワローズ対広島東洋カープ10回戦の模様をお送りしてまいります。スワローズの先発は右の斉藤、対するカープの先発は前田、以上の両先発。さあ間もなく試合開始となります。これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは天谷、現在の打率は2割4分5厘。投球これから2球目。インロー際どい球、ボール、わずかに外れました。カウントワンボールワンストライク、ストレート見送ってストライク、投げました。鈍いゴロ、宮本ボールを掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは菊池、現在の打率は2割6分6厘。ワンアウトランナーはありません。第1球、初球決まってストライク、初球ストライクから投げました。打った、あっと引っ掛けだ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。そして続くバッターは今井、現在の打率は3割1分4厘。投球これから2球目。打ったいい当たりだ、二遊間ライナー破っていった、センター前ヒット、クリーンヒットです。今井ヒットを放ちました。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。第2球投げました、外角高め際どい球、ボール、それはわずかに外れています。打ちました、ライトの右、これはヒットになります。ボールは中継、丸ヒットを放ちました。さあ2アウトランナー1塁3塁とチャンスを広げました。初球空振り、投球これから2球目。インコース引っ張った、ボールはライトへ飛んでいきました。ライト前クリーンヒット、ボールが転がる、キナツーベースヒットを放ちました。カープ1点入りました。さあこれで2アウトランナーは2塁3塁、カープなおもチャンスが続いています。アウトコース高め、外れてボール。第4球は打ちました、ファール。次は5球目、打ちました、センターの頭上、取りました。1回の裏が終わりまして1対0。これからカープの攻撃に入ります。バッター石原、投げました、初球を打ちました、センターへ上がった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターボックスは赤松、投げました、ボール。第2球、投げた、打った、三塁線、ボールが転がっている、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは前田、投げた、初球を打った、セカンドゴロ正面、一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ、斉藤、バッター斉藤、ピッチャー斉藤、第9、背番号17、投げた、外角低め、ボール。第2球、投げた、外角高め外れてボール。カウントは2ボールノーストライク、投げた、見送ってストライク、変化球にキレがあります。第4球を投げた、外外れてボール、外角外れて3ボール1ストライク、投げました、打ちました、ショート右横のゴロ、一塁送球、アウト。これでカープこの回1番からの好打順になります。バッターボックスは天谷、現在の打率は2割4分4厘。アウトコース低めいっぱい、ストライク、投げました、ボール。カウントはワンボールツーストライクです。投げました、低めボール球打った、ヒット、放ちました。バッターは菊池、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ファーストから2塁送球、タッチはアウト、これでワンアウト。投げました、見送ってストライク。第2球、投げました、2球目はストライク、あっという間に追い込んだ。インコース引っ張った、打球はレフトの左へ、ファールボール。投げました、打ちました、田中取った、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。先ほどヒットを放っている今井、投げた、初球見送ってストライク。第2球、投げた、膝元外れてボール、膝元際どいところ、カウントはワンボールワンストライクです。さあ4球目、変化球、空振り三振、
低めの変化球でスイングアウト。これからカープの攻撃に入ります。先ほどヒットを放っている丸、現在センターへ持っていった。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター、キラツーシーム決まってストライク。1球目ストライクから第2球投げた、インサイド、ボール。カウントはワンボール、ワンストライクです。ボール、際どいところ。カウントはツーボール、ワンストライク。投げた、打った、ボールはライトへ飛んでいきました。ヒット、キラヒットを放ちました。今日これで2打数の2安打。第1球投げた、決まってストライク。初球まずは入れてきました、打ちました。さあゲッツーになるか。2塁送球、2塁アウト、ショートから1塁送球、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。バッターはピッチャー斉藤。第9球ボール、投げた、もうカウンター2ボール。第3球を投げました、3球目はストライク。次が4球目、投げました、ボール。カウントは3ボール、1ストライク。第5球投げました、打ちました、ファール。第6球を投げました、空振り三振。これからカープの攻撃に入ります。バッターボックスは石原。第1打席はセンターフライに倒れています。投球これから2球目、石原内角ボール球打った、田中ボールを取る、1塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは赤松。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。投げました、真っすぐ空振り。バッター追い込まれました、投げました、ボール。はっきりしたボール球、カウント1ボール2ストライク、投げた、ボール。大きく外れました。カウント2ボール2ストライクです。投げた、アウトロー、際どい球、ボール。アウトコース低め、際どいところ、ストライク、見逃し三振。バッター前田。第9球、初球はストライク、初球ストライクから第2球投げた、速球ストライク、インローへ。1球外した、ボール。カウント1ボール2ストライク、投げた、見逃し三振。最後は見逃し三振に打ち取られました。カープ、この回は打順よく1番からの攻撃。バッターボックスは天谷。今日3打席目、インコース見送ってストライク、投げた、2球目はストライク。同期は3球目、投げた、縦のスライダー、空振り三振。斉藤、ナイスピッチング。バッターは菊池。今日はサードゴロとセカンドゴロ。第2球投げました、打った、打球は三遊間へ。サードから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッター今、これが3度目のバッターボックス。第2球投げました、ストライク、あっという間にツーストライク。投げました、打った、痛烈な当たり、ピッチャー返し。今井、ヒットを放ちました。ランナー1人を置いて迎えるバッターは丸。初球空振り、タイミング合いません。ボール、バッターよく見ました。カウント1ボール1ストライク、ボール。際どいボールよく見ました。カウントは2ボール1ストライク、投げました、低めストライク、タイミング合いません。ランナースタート、打った、1、2塁間のゴロ、抜いていった、丸、ヒットを放ちました。これで今日は3打数の2安打。初球空振り、これは完全に振り遅れ、投げました、アウトロー、ボール。ここはよく選びました。カウント1ボール1ストライク、低めボール球打った、ファーストの横、一塁へ送る、斉藤取ってアウト、スリーアウトチェンジ。斉藤踏ん張ってランナー。バッターボックスは斉藤。第9球投げました、初球決まってストライク。投球これから2球目、落とした、ボール。カウントは1ボール1ストライクです。第3球を投げた、打ちました、菊池掴んだ、ショートから一塁送球。7回の裏、カープラッキーセブンの攻撃に入ります。バッターはピーターズ。今日はセンターフライとセカンドへの併殺だ。投げた、直球ストライク、インハイへ。バッター追い込まれました、投げた、低め、ツーシームは外れてボール、わずかに外れました。カウント1ボール2ストライク、チェンジアップはボール。カウントは2ボール2ストライク、流し打ち、1、2塁間ライナーで破った、ライト前ヒット、クリーンヒットです。ピータース、ヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。決まっ
少し迷ったか。一塁へ一つ牽制球を送りました。一塁タッチセーフ。ストレート決まってストライク。簡単にツーストライクと追い込んだ。一球外してボール。カウントはワンボールツーストライクです。投げた、ボール。ボールカウントスリーボールツーストライク。投げた、インコース低め、空振り三振。石原スイングアウトの三振。投げた、初球から打ってった。奥井余裕があります。掴みました。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。代打は岩本。第9球打ちました。初球打ち、奥井落下点に入った。掴んでこれでスリーアウトになります。ランナー一塁に残塁です。ゲームセット、スワローズ勝ちました。